お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちら、遅延スキラのボムタワーの枠がゴブリンの声になったバージョンをね、使っていこうかなと思います。で、今までね、ボムタワーでゴブリンの声になって、防衛力落ちたんじゃないとかって思われがちなんですけど、全然そんなことなくて、やっぱ破裂時というか、小屋が壊れた時の、ヤリゴブリン3体が強すぎて、結局ね、ゴレとかにも普通に勝てますし、逆にって逆でもねえんだけど、ラバに対してこのデッキ弱かったんですよね。遅延スキラの唯一の弱点が、まあ、ラバとかインドラって感じだったんですけど、まあ、ゴブクワになったことによって、まあ、ラバにもね、戦えるようになって、本当に最強じゃねんかっていうぐらい強くなりましたね。はい、というわけで、まあ、やっていくんですけど、なんで、最近、ババコヤとか、ボムタワーとか、オーブンとかいろんな施設がねあったわけなんですけど、もう全部今五分買いになってますね。まあそんぐらい五分小屋がちょっと強いと評価されております。やばい、これアイスウィズが欲しいですね。ちょっとアイスウィズが欲しい。まあ小屋置いとけばいいですね。本当にこのやり五分が思ってる以上に働いてくれます。ああ全部消えちゃった、全部消えちゃいましたが、この壊れた瞬間ですね、多分ベビーがないと殴るんですけど、その間に、あ、待って、何してんの？やりゴブ一緒に食われちゃいましたが、まあ、やっていきましょうか。相手ゴレですね。で、とりあえず小屋を置いていきたいですね。今まで、ボムタワーだと、やっぱこう、先置きするっていうのが、なかなか難かったんですよね。しかもこれ、トルネポイズンのスケルトンラッシュで、前まで施設だったんで、まあ、回すのもね、ちょっと難しい部分があったんじゃないかなって思うんですけど、これね、五分小屋になったことによって、もう五分小屋回ってきたら置いとけばいいので、結構使いやすくもなったんじゃないかなと思いますね。はい。あはー、オッケー。というわけで、ここで小屋を置いてきます。で、小屋プラススケルトンラッシュも、もともとこう、まあ、評価が高いというか強い組み合わせで、これどっちかに、やっぱスペル、まあ、ポイズンですかね、基本的に。どっちかに、ポイズン打つとどっちかが生きてくるみたいな。小屋置かれるとポイズンやっぱ打ちたくなるんですよね。そう。だけど打つとスケルトンラッシュが止まんねえぜみたいな感じで。でも打たないと打たないで小屋が無限に溜まるっていうもう地獄。どっちも辛いっていうような、こう、ペースをね、握れる組み合わせになっています。なんで永遠に小屋置いていきます。まあ、今回相手がライトニングなので、まあ、今回ユニットでね、ユニットでというか、ユニットと小屋にライトニング打たれるんですけど、まあそれはそれでスキラが刺さるよねっていう感じですね。これ防波したいね。もう一枚来ねえかな。おお、いい攻め取るね。でも、僕もここ、トルネでね、いい感じに処理よ。オッケー、やりゴブリめっちゃ来てる。ああ、これは、拾いつつ、このやりゴブリンがね、相手タルババもトルネも使った、まあ、トルネは回ってるかもしれないですけど、タルババ使ったばっかなんでね、このやりゴブがめっちゃうざい。しかもスケラにもタルババ使いたいっていう。いや、これはね、そう、もうデッキがね、結構完成されてますね。なんで非常におすすめかなと思います。待って、動画撮れてないかも、これ。さっきも動画撮れてないんだよな。今日ね、やべえ、あー撮れてた。よかった。なんか知んないですけど、動画撮れてないバグがね、最近すごい多いんですよね。なんで動画撮ったと思ったら撮れてねえやんけーっていうこの辛いことがよくあるんで、ちょっと気をつけていきたいですね。一戦一戦確認しつつね、とりあえず声を置いていきます。本当にこれが強いですね。とりあえず声を置いて、普通に考えて相手が何かやっぱ対応してくるので、それを対応してカウンターでスケル打つだけで勝てるみたいな感じですね。はい、ここ近畿道美味しくいただいて、オッケーオッケー。相手、ゴブコウモリディガー、メガナイト、ミリペとかですかね。リーグでよく使われた、ウォールブレイカーの可能性ありますね。ワンチャン。ああ、そうっすね。ああ、ウォールブレイカーだ。いやー、これポイズンしてー、ポイズン。なんでポイズンねんだよ、俺の手札に。ポイズンないので、一回待って、うわー。それはちょっとうまいっすね。うまいが？あ、これ、もう、小屋、最強マンジ。オッケー、ナイト。え？救世主やん、ナイト。しかも右側の竹取る。やばくね？このナイト IQ2000 ぐらいある、マジで。天才すぎるでしょ、今の。やばくないですか、今の。今のはやばいですね。本当に。さすがにびっくり。持ってない。マジで持ってない。今のは神ナイトですね。で、ゴブリンコウモリなので、基本的にスケラ打ってもやっぱ、こう、ゴブリンとかで対応されてて、その間に攻められると、
なかなかね、僕のダメージも稼げないので、後半まで我慢タイムといきましょうかね。後半までダメージ抑えて、まあ、後半からね、僕のターンだよねっていう風な感じでいきます。なので前半耐えたら、まあ、僕の勝ち。でも前半耐えれなかったら、君の勝ちっていう風な感じで、まあ、誰が本田さんやみたいな感じですけど、あーい、ポイズン、防衛てっていい。で、まあ、小屋置いて、飛ぶな、あー、いい子。オッケーオッケー。で、相手ができるのは、ウォールブレーカー飛ばすか飛ばさず、うん、これ、小屋残したいですね。相手はスペルがザップだけなので、やっぱこの僕のゴブガイが辛いんですよね。そう。やっぱこれが辛いので、ゴブガイは基本的に置いていけば僕の気づけば勝ちみたいなところがね、来ますね。まあ、これもポイズン打って、ゴブガイ置けば勝ちなんだよね、マジで。ゴブガイ置いていけば、あーやべ。ワンチャン破裂時の、あー。オッケーオッケーオッケー。で、ウォールブレイクがワンチャン来るかな。ワイスズの遅延と、後ろのちっこいやつら。後ろのちっこいやつら来い。いや、やりこぶがいい。やりこぶがいい。しかもこれ、勝てるな。これ、アイスイズムを足しちゃって、ここを倒して、オッケー、これスケルトンラッシュチャンス。多分、メガネヘッドないよね。メガネヘッドあったら、あるんかい。まあ、でも、やっぱ相手コストが厳しいよねっていう。スケラが刺さる。しかも、この、やりゴブリンとナイトで処理できる。あはー、いいね。いい、やりゴブリン。で、相手はもうそうせざるを得ないっていう状況っすね。いやー、うまいっすね、僕が。さすがに、今のは僕びっくりしましたね。たまたま防衛が綺麗に行きましたね。で、ポイズン構えて。おっと、まあ、僕、煽るのあんま好きじゃないんでね。スタンプで挨拶だけね。よいしょ。さあさあ、もうこれはね、圧勝なんじゃないかなと言ったところで、これは結構いい試合なんじゃないですか。前半耐えないと、やっぱ負けてしまう。これ相手のデッキャですね。クララリーグで僕の、大好きな AUK 選手が3立てしたんですけど、その時にね、この今の相手のデッキを3連投してましたね。出た果汁王妃みたいな。これ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 。サバーカ、誰かのサバーカ、多分ね。12勝よくしてる人っすね、グラチュレ。アイゴル8、僕サバカですって言ってんすよ、マジ。ローグかな、顔が。あ、ランバーバルーンでした。うわ。いや、うめえな。もうユニットの咲き方がうまいっすね。これトルネ間に合うかな。いや、追加コウモリとかね、来るんですけど。オッケーオッケーオッケー。キングギドーン。トゥルトゥルトゥトゥトゥーン。で、ランバーバルーン。お、待って。戻った、戻った、戻った。ウェーイ、来たー。ランバーバルーンで、もう、あれっすね。高回転なんで、多分次の2周目のランバーバルーンに僕はトルネを避けないんですよね、多分。そこを死ぬ気で守っちまえばもう勝ち。ってか、もう後半入れば勝ち。でも本当、さっきと一緒っすね。前半守れば俺の勝ち。前半突破できなかったら、俺の負けみたいなやつですね。で、始めランバー来たら止めてもいいんですが、止める必要もないか。あー、トレンで間に合いますね。オッケーオッケーオッケー。さっさっさっさ。で、これも別にこっちにいらっしゃーい。このヤリゴブリンが強い。マジで。このヤリゴブリンが出たことによってバルーンに対してマジで強くなったんですよね。そう。ゴブカラとか本当今までバルーンに対して全然働かないただの小屋だったんですけど、えぐいぐらい活躍しますよね。美味しい。で、まあ、こっからは僕のターンですね。やっとスケルトンラッシュプラス、まあ、攻めのポイズン打っていけるかなと言ったところで、まあ、でも、あんま攻めすぎちゃうと、そうですね。相手の攻めが、多分相手も分かってるんですね。攻め続けないと、まあ、負けるというか苦しいっていうのがやっぱ分かってるんで、うわ、いいヒースピー、え、待って、それはうまい。うわ、めっちゃうまい。待って。え、うめえ。あぶねえ。今のウッド神っすね。やっぱゴブゴは墓石と一緒で、壊れる時の、今のやつっすね。ウッドで。ゴブリンの小屋が壊れる瞬間のウッドがね。あ、これヒースピーが厄介ですね。ヒースピー、まあ、いっか。回復させてあげよう。
一回出してやっぱ1800はもう狙ってんのかな。やっぱワンチャンきますよね。まあ、そうっすね。でもうわうまっ、待って待って待って、うまいんだよね君。これルート強制します。オッケー、ベビーで位置ずらしてバルーンをやって、オッケーオッケー、もうポイズンで一旦処理して。焦る必要はないですね僕は。相手やっぱスペルがないので僕が焦る必要はないんですよね。まあ、とか言って結構こう焦りますけどね。2つ割いて、でこれはアイスイズがやってくれますね。アイスイズ、オッケーオッケー、君、いやだ、うまい。あ、ウッドサイトからこのナイトが、あーうまい。コームでやるんかな。あるポイズン打って、オッケーオッケー、これ処理して、オッケーオッケー。でこれは小屋プラストレンで守れますね。オッケーオッケーオッケー。ヒースピプラスランバーの使い方うまいですね。で気をつけなきゃいけないのが、正直1600まで削られてるんで、相手は多分そっち側を削りたいと思うんですよ普通はね。うん、あれポイズン知恵な、回して、あはいい、コウモリ、オッケー。これはトルネで小屋に行ってもらって、やっぱ僕の小屋が結構残ってるので結構いい感じになる。あ、しかもこれマスケ裂いたらスケラチャンス、相手ももう攻めるか。そうっすね、これしっかりトルネをかけていかないと。攻めウッドがうまい。あ、だけどいいいい、オッケーオッケーオッケー、頑張れ。あ、そっち来るんかい、逆来ると思ってた今。あ、でもアイスイズのオッケー来た、これは勝った。あぶねー、相手もやっぱうまいですけど、うまいですけどこのデッキがやっぱ強いんですよねマジで。本当にやりぐ、今ボムタワーだったらワンチャン負けてましたからね。まあどうだろう、さすがに勝ってるか。はい、やっぱやりゴブがね、小屋から出るやりゴブがすごい仕事してたんじゃないの。というわけで順調ですね。はい、結構強いです。何に負けるんだろうね。あ、今グラチャレある方はイリゴレがちょっと多いかな。あとは何だろう、まあなんかいろいろゴブ小屋系が多くて、ゴブ小屋ありのポイズンデッキがちょっと強いですねと思います。というわけで、まあマッチング長いんでなんか話そうかなと思うんですけど、まあ話すことはないんですよね別に。本当に最近肉焼いて食ってるだけなんで野菜取らねえなと思って、2日前ぐらいに大きな野菜ジュース買ったんですよ。カップっていう紙のカップの大きい野菜ジュースを買って、僕マジで別に野菜嫌いなわけじゃないんですけど、野菜はわざわざ買って切るのがめんどいんですよね。切ってなんか料理するのがめんどいんで、野菜買うよりはまあ野菜ジュースの方が楽だよなと思って野菜ジュースを買ったんですけど、2日前ぐらいに。まだ一口も飲んでないっすね。なんかやっぱ他のジュースがやっぱあると、僕ほんとジュースが知性なんでそっちに手出しちゃうんですよね。他のジュース飲んで野菜ジュースまたでいいやってなっちゃって無限に残っちゃってますね。早く処理しないといけないんですけど、これちょっとあれだな、アイスイズ延命できるな。よいしょー、アイスイズ延命してナイトアイスイズと小物でいけ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 。相手ゴレっぽいですね。あはー、苦しい、もう苦しい。相手これで入る、そしてここにタルババを合わせてあげたことによってピッ、あはー、お前から死ぬんかい。セイレゴブリンが、いやいいですね、相手これゴレっすね。ゴレだくねー、なんだろう、ゴブガか、なんで、なんか勝てそうっすね。芋ってなんですけど、ゴブ小屋が壊れるとまた話が違いますが、芋って棒っぽい取るねすれば、多分勝てそうっすね。はい。というわけで、しっかりね、防衛の準備していきます。まあ、適当にユニット出して、ほいしょ。おー、ライティ痛いっすね。まあでも、このやっぱ小物っすね。このヤリゴブリンがえぐいぐらいの仕事量。あ、やべやべやべ。この小屋壊れるのちょっと痛いっすね。どうせ暇になるんで、タルババ咲いて。まあここポイズンでいいかな。正直ポイズン咲いて、
で、ここのターンであれがないのが辛いですね、僕としては。一回逆サイスキラぐらいして、もうこのスキラ、スキラ、ステッスね。ただコスト咲かせる用のスキラで、ゴブがやっぱ置いときたいですね。安心感。安心感があるんでね、小屋の。で、こうしたことによって、たまたま両サイ触れるみたいなこともありますし、これは、ガイもいけますね。まあ、ライト来ても、別に耐えるみたいな。で、これ小屋を、よいしょ、いい感じに。あはー、ヤリゴブリンが強いの、これ。ヤリゴブリンがこんなに活躍すること、誰が想像できる？これ、どっち行く？いや、こっちで行くか。こっちに行くことによって、両サイにユニットを咲かせるみたいな。普通に無視されるのかな。まあまあまあ。さあさあさあ。とりあえず小屋置いて、右サイドをね、いやらしく右サイドを狙っていきます。受けつつ、あ、これいきますね。こうなったらもうゴレ出すよって言ってるんで、じゃあ攻めるよって感じですね。で、防衛させると、このね、ダクネを単体で来さすことができますね。相手が攻めようとした時に、こう逆サイド攻めるっていうのは結構大事になってきますね。まあ、けど、まあ、無視されたら無視されたで、一時効果になるんですけど、今後半っていうか延長なんでね、相手はそれができないっていうのが、今のね、いい判断かなと思います。さあ、守れるかな ?YC。あ、でもランバーからやってる。謎に優秀。さあ、これはスケルトンが一体ぐらい殴ってくれれば、勝ち事件簿ですね。さあ、これは、諦めのライティニングじゃないですかね。グッドゲームというわけで、いや、マジで。強いのは、まあ、ゴラにはもともと強いと思うんですけど、ゴラにはもともと強くて、ラバにね、勝てるようにというか、こう今までより戦えるようになったのが、個人的にめちゃくちゃでかいかなと思いますんで、ぜひね、この、小屋スキャラ使ってみてください。結構入ると思いますね。まあ、てか、本当にいろんな小屋、系のデッキに対しても強いと思うんで、はい、ぜひぜひ使ってみてくださいってわけで、ご視聴ありました。チャンネル登録と高評価とコメントお願いします。コメントは全部読んでます。極まれに返しますんで、では、ご視聴ありました。バイバイ。